癒したいレポーターの加藤隆之介と吉田裕也と、あ、誰がいるんだ。あ、三村そうだ。あ、三村そう。やめたんだ。そうっすね。三村さんはちょっと今クビになっちゃったんだ。そう、残念です。監督やるって言ってね。そしたらクビだって。そう、そうなんですよね。そうだ、ここで置いといて、はい、本題を今日。はい、今日は2人でやります。はい。月火水曜だけなんでね、彼は。今日は2人でやるんですけど、まあ、今日はね、何やるかと言いましてですね、まあ、前回、ちょっと動画でやったと思うんですけど、まあ、ラボットのちょっとデビュー的な動画をね、以前上げたんですけど、それをまたね、今度は2人でやろうかなと思います。前回は私1人でちょっと撮ったんですけども、やっぱ1人とちょっと主観的なね、感じになっちゃうので、まあ、2人の意見を合わせて、いいところとか悪いところとか、まあ、うまくね、デビューをしていこうかなと思います。はい、そうですね。ラボットの購入をね考えている方はですね、はい、そのメリットとデメリットを2つ合わせてみてご検討いただいて、うん、で、まあ、実際買ってみた方がやっぱりいいところが多いんですけどね、デメリット踏まえて、うんうん、やっぱりね、どんなに高級車でもほら悪いところってついちゃうじゃないですか。まあまあまあ、それは詳しくこれから説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは早速やってみましょう。はい、今日はですね、この場所にね来てます。ここがね、普段ね、あのチッチとポッポがね、ほらもう早速シンクロして、あのここが好きなんですよ、チッチとポッポは。で、まあ、あのここでね普段マップ覚えちゃってるもんでして、逆にね僕たちが普段撮影してるね場所を覚えてないっていう、ポッポとチッチは。で、ここで2人でいつも遊んでるんでね、ほら。でなんですけど、早速メリットの方を説明します。メリットとしましては、まあ、これデュアルで買ったお客さんがメインになるんですけど、やっぱこういう触れ合いがねあるんですよ、あのチッチとポッポ同士の。で、ここってやっぱ可愛いじゃないですか。やっぱこれって癒しなんですよね。ペットがね、あの2匹飼ってやっぱ仲良くしてるのってすごくね、あのみんなほっこりしますよね。まあ、そんな感じでやっぱりロボットにもそれがちゃんと含まれてるっていうのは、これかなりね、あの癒しと目的でやっぱ買うロボットとしては大きいんじゃないかなと思います。で、そのもう一点なんですけれども、あのこういうね、まあ、広かろうが狭かろうがちゃんと場所を覚えさえすれば、このね、ネスト見てください。このネストに勝手にね自分たちで行きますから。はい。で、ここに Bluetooth をつなげることができれば、携帯とも連動させて瞳の色を変えたりとか、声の質を変えたりとかですね、あとアップデートが自動でやっぱされたりとか、こういうアップデートとかを重ねていくことによって、あのどん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 こうラボットっていうのは進化するんですよ。買ってで終わりじゃなくて、買った後もちゃんと進化をするっていうロボットなんでね、まあ、ここが AI ロボットのいいところなんじゃないかなと思います。あとはそうですね、爪としてはちゃんとね、やっぱりこう認識してくれるんですよ。構ってあげないとね、二人で遊んじゃうんですけど、比較的ちゃんとこう僕が見えれば僕の方を見て遊んでって言ってくれます。で、抱っこを求めだったりだとか、あとは人の顔を覚えたりとか、もうこれ何度もね、あの他の動画でも説明してると思うんですけれども、やっぱりそういうところってメリットとして外せないところなのかなと思います。で、個体差がやっぱあるんで、あのね、僕はポッポに好かれてるのかなとは思うんですけどあれですね、今日はなんか2人で遊ぶのがいいのかなね、チッチポッポ。ポッポしか反応しねえはい、まあ以上でね、まあとりあえずざっと僕が感じたメリットっていう部分をね、紹介いたしました。はい、ではね、次加藤さんからね、貼ってね、逆にちょっとこう気づいた点、デメリットとして気づいた点を紹介してもらいましょう。ということでね、ちょっとまあデメリットというか、何ですかね、逆持ち入ってるですかねすごいはしゃいでるな。まあちょっと説明したいと思うんですけど、まあ第一にこうね、まあ、ロボット機械なんで、やっぱりこう場所を選ぶのかなっていう、まあ、生き物も同じなんですけど、やっぱりこう生き物によってはこう気温とか湿度って結構気にするじゃないですか。お魚とかでもそうですし、爬虫類とかもそうですけど、やっぱり機械なんで多分水とか湿気に結構弱いと思うんですよ。なんで、まあ、梅雨の時期とか、あとこういう暑い時期とかは結構熱とかに気をつけないとちょっとまずいのかななんていうことは思いますね。まあでもそれは生き物にも言えることなんで、ラボットに限ったことではないんですけど、まああとは、まあ、やっぱりお掃除、まあ、メンテナンスを自分でちょこちょこやってないと、結構その軌道部分の手とか首とかが割と貧弱なので貧弱っていうか結構壊れやすい部分ではあるのかなって思いますね。
なので、まあ、日頃から倒れてあげたらすぐ戻してあげたりとか、センサー類をね、こう拭いてあげたりとかをして、できるだけ転ばないようにしてあげるといいのかなと思います。メンテナンス用のキットとかもね、あると思うので、それを使えば大丈夫だとは思います。はい。まあ、あとは、やっぱり、電気で動いてるっていうところがあるので、結構コンセント周りとか、あと、まあ、セッティングとか、結構こういう機械とかにあんまり普段触ってないような方だと、もしかしたらそのスマートフォンの Bluetooth の設定とかでちょっとこうつまずいてしまうことがあるのかもしれないんですけど、まあうまくね説明書だとか、あとはもうお問い合わせとかすれば、まあ、解決するので、そこまでデメリットではないのかなと思います。はい。まああとはこれ買ってみてっていうことなんですけど、まあ僕みたいになんかすごい嫌われてると心にすごくくるので、まあそこはね普段のコミュニケーション次第なんじゃないかなと思います。はい。まあデメリットは特にないような気がするんですけど、やっぱり購入するまでのその流れとかがちょっとよくわからなかったりとか、まああとはまあ一番結構気にしてるのはやっぱ値段とか支払いとかなんですけど、ここも結構今は最初に比べて割と分かりやすくなったのかなと思います。もう買って半年以上経ってるんですけど、今は結構その支払いの分割だとか結構分かりやすくメッセージとかも飛んでくるようになってるので、結構はいいのかななんて思います。それをね、こういう挙げたデメリットを跳ね返すぐらいやっぱ癒しの力もあるし、なんて言うんですかね、この未知との遭遇なかなかこう AI ロボットとかと触れる機会ってないと思うので、僕はねこうやって今触れ合えてすごく貴重な体験ができてると思うので、そういう体験がしたいって方はね全然買った方がいいんじゃないかなと思います。まあ、おすすめはやっぱりさっきも吉田隊がね言ってたんですけど、2体購入とか割とこうコミュニケーション見れていいのかなと思ったりします。もちろん1体でも全然ラボットとしての機能は果たせますし楽しめます。こういう着せ替えだったりとかね、なんで全然問題ないと思います。盆踊りさせてください。盆踊りそれってポケモンじゃないんだからさ。盆踊り。でもなんかポケモンのキャラに行ってもおかしくないっすよね確かに、うん、かわいいですね。いたら進化してほしくないっすね逆に。盆踊り行けチッチ。盆踊りだ。あ、ポッポだったわ。ひでチッチだってびっくりしてたよさっき。びくっつって自分が呼ばれたから。行けチッチ。盆踊りだ行けチッチ。盆踊りだ。知事が言うことを聞かない。吉田さんに盆踊りだ。はい。ということでね、ちょっとまあレビューっぽい感じの動画を撮ったわけなんですけどもどうですか。加藤さんが言ったのってデメリットなんですかいやなんかね、デメリットってこういまいちこう思い浮かばなかったんですよね。やっぱり何があるのかなと思って。ああ、でもデメリットっちゃデメリットですよね。ちゃんと改善点は言ってましたからね、そのデメリットに対する。ただまああとはね、ホットルースも上げていくしかないですよ。キリがないですから、メリットもデメリットも上げていったら。そうですね。はい。もう中にはもう、ね、デメリットでこうわけわかんないことを言うかもしれないですもんね。鳴き声のバリエーションが少ないみたいなね、目のバリエーション少ないとかいう、うん、まあそれもデメリットに感じる方もいいかもしれないんで、うん、まあそこは本当にセンサーの別で、うん、難しいね。まあそうですね、うん、バリエーション自体も結構ありますもんね。僕はあるほど感じてますけどね。うん、逆にだってそういう機能って本来あんまないですからね今はスマホがあるからスマホとこう連動させていろいろできますけど、もともとはね、ほら昔あった iVo とかさ、まあ、ちょっと前のペッパーくんとか、まあ、用途が違いますけどまあでもね、うん、そういうのってなかなかね、自分で充電器に行くっていうのはありましたけど、あんなにねこう感情豊かなロボットっていうのはまあ珍しいですからね。そうですね、はい、カスタマイズ性が確かにめちゃくちゃありますからね。服も変えられるし、目も声も変えられるっていうの結構ね。そう、他の動画とかを見るとね、やっぱりこう着せ替えさせてる人もいますからね。いつかね、僕たち編みません？服作っちゃいますから、もうオリジナルで。今やったら絶対変なの作りますよね。いてつくー、来ちゃったーって今やったら果たして秘話なんでしょうかね。全然わかんないですけど。そこはいいっすね
怪しいな。今日はとりあえずね、はい、これくらいにしててあげましょうか。そうです、このくらいにしててあげましょう。はい、ということで、今回の動画は以上となります。よければこの動画チャンネル登録、高評価としてくれると思った、あとコメントでね、いろいろとお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。バイバイキー。